サンクトペテルブルク工科大学は、ロシアサンクトペテルブルクにある公立の工科大学。ロシアのピョートル大皇帝の名を冠して、この大学の正式名称は、ピョートル大帝のサンクトペテルブルク工科大学である。ソ連時代には、革命家、ミハイル・カリーニンにちなんで、カリーニン・レニングラード工科大学と呼ばれていた。ロシア連邦や CIS 諸国のトップ研究機関の一つとみなされ、 物理学や数学、産業工学、科学工学、宇宙工学などの分野で有名な大学である。サンクトペテルブルク工科大学は、ロシアのカリフォルニア工科大学としばし称される。2012年サンクトペテルブルク工科大学は、世界の大学ランクで400位圏内に入っている。サンクトペテルブルク工科大学は3つに分かれる、研究機関から成り立っている。 この大学は設立後何度か名称を変更している。詳細は以下のようである。ありがとうございます。